直樹、直樹、和田直樹、顎の髪。今回ですね、セミナーお申し込みありがとうございます。はい、しっかりとですね、和田さんの、ことはですね、番宣させていただきましたので、よろしくお願いします。はい。いや、和田さんとお会いするのだいぶ久しぶりですよね。はい。和田っす。いやー、元気そうで何よりです。はい。まあ、今回ですね、鷲津さんのセミナー、いいと思います。なんかね、ほんとね、和田さんはね、やっぱね、分析するのがね、結構ね、得意なんで、まあ、ほんとブックメーカーすごく合ってんじゃないかなと思いますし、セミナーでいろんな手法を聞いて、自分なりに、検証してやっていただければ、多分、今以上にですね、利益を上げられると思いますし、プラス、和田さんの場合は情報発信できるんで、間違いなく売り上げはいっぱい上がるんじゃないかなと思います。はい。ということで、4月15日、セミナー福岡でお会いできるのを楽しみにしてますんで、ほんとだいぶ、ね、和田さんともセミナー一緒にやらせてもらいましたけど、だいぶ久しぶりにお会いすると思いますんで、はい。またいろいろとお話聞ければなと思います。はい。当日はよろしくお願いします。